Broken enemy shield. Reloading. Broken enemy shield. どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけでこの間ね、あの Apex の感度の動画を出したんですけど、もう早速ね変えました。44リニアでデッドゾーンを切ってみたんですよ。なんか最近の流行りはね、デッドゾーンなしにする方向らしくて、で僕もやってみたんだけど、あくまで個人的にですけど、弾当たりめちゃくちゃ良くなりました。ただね、どうしても新品の箱コンだけど、あのスティックドリフト、あのスティックがね勝手に動いちゃう現象はすごい起きます。まあ、そこに目をつぶればまあかなりいいんじゃないかなとは僕は思いますね。最近の筋トレは胸、肩、背中、腕、筋、足っていう風にやってるんですけど、これのルーティンがねかなり良くて、重量もかなり上がってきてて、で基本的なレップ数としてはまあ8から10レップやってるんだけど、まあ筋肉ってすぐね適応しちゃう、対応しちゃうから、でそのレップ数でだんだん効きが悪くなってきたなっていうタイミングでちょっと、ね、高レップなトレーニング。はい、よいしょ。敵やん。おお、なんか死体かと思ったら違ったわ。が小さくて見えません。どうすか、またいらっしゃいますか。いらっしゃいました。しかも上と別スパでございます。こちらへ行かせませんよと。いや、やっぱりこのゲームはワンマガで倒した時だな、本当に楽しいのは。とか言うてる間にもうこの広さで残り3部隊と。皆さんどうですかね、なんかカジュアルか、こんなカジュアルよりコントロールやった方がやっぱいいとは思うんすよ。だってね、ほぼ漁ったり走ってるだけですからね、これほぼ時間の無駄というかなんか別のことした方がいいというか。だけどなんか敵を、ストライク、敵を倒した時はこっちの方が気持ちいいんだよな。うわ、マジか。え、ラスト部隊、ラスト部隊、ラストラスト、いけー。わあ、2人いるえ俺は無理っすね。あれ、あ、これかごめん、分かんなかった、一瞬味方と被って。いや、なんか44リニアでも結構中距離当たるようになってきた。Bullets hit our foe.
ワンノック。あ、ナイス。あぶれ、ナイスかば。ナイスかば。あぶね。なんか この人うまい。あー、カジュアルムズー。けゴゴゴゴ、削れてる。追いかけろ。これで終わり？うーん、行く。危ねえ。あ、え、どこ？あと一人は？あー、ワンマができてない。向かいかな？向かいじゃない。42、敵のか、いや味方のか。2チーム了解。1チーム終わってではないのか。終わったかな。この萌え萌えが敵のかもしれないんだよな。 OK、 もう味方めちゃくちゃいきますね。やばい、前出ちゃった。結果オーライ。わっ、なんだこれ。もうなにこれあーおかしい、ほんと。もう何やってんでしょう、俺も。終わった。上空からこんにちは。あ、引っかかってますね。あ、終わり。いやー、14kill。 おお、味方も結構キルしてますね。というわけでお疲れ様でした。皆さん、ぜひ高評価ね、すごくモチベーションになるのでよろしくお願いします。